田辺停留場は、大阪府大阪市東住吉区田辺にあった、南海電気鉄道平野線の駅。駅跡に残る N と刻まれた、境界ぐい現在の大阪メトロ、谷町線田辺駅から200メートルほど、南東の場所、東住吉区田辺5丁目6丁目の境界付近にあった。近鉄南大阪線今川駅方面からの、 商店街と南海平野線の交点に位置し、踏切を挟んで5丁目側に下り平野行ホーム、6丁目側に上り、今池方面池ホームが千鳥配列で設置されていた。二両連結運転に備える長いホームプラス1、両分の上屋という設備と、当駅発着列車があったためか、平野線の中間駅には珍しい渡り線があった。 阪神高速道路の工事開始に伴い、今池方面のホームは原型を止めながらもホームが削り取られ一両分になっていたが、平野行ホームは営業廃止までに両分のホームだった。渡り線は、後年には、非常時ぐらいにしか利用されていなかった。かつて、恵比寿町駅にあった安ど式行き先案内表示塔には、ほとんど使われていなかった天神の森とともに、 田辺の表示があった。線路、ホームの後は、阪神高速14号松原線の速道となっており、王子の鉄道の移行は、ほとんど見られないが、下りホーム脇の喫茶店や、大衆食堂等は、王子の雰囲気そのままで、現在も営業をしている。また、上りホーム対面の地表には、南海電鉄の境界ぐいがそのまま残されている。なお、 阪神高速14号松原線降下した東側の側道は南海平野線の線路跡をほぼ忠実にトレースしており、この田辺亭流城跡に限らず、沿線跡を歩くといくつか境界ぐが残っているのを目にすることができる。ありがとうございます。